おい、どうしたんだ。その声は和弘さん。助かった。はよ、和弘、はよ。はよ。和弘さん、襖を勢いよく開けた。し、鉄、何をしているんだ。押さえつけていた私を見て、和弘さんが鉄王子さんを殴る。し、何するんですの。まさみももさんを無視して部屋を飛び出した。和弘さんに連れられ、旧家から逃げ出す。叩きすぎ、まだ叩いてんのかよ。とはいえ、これからどこに行こう。これ、ここから歩いて行けるところなんて。お堂に行こうか。和弘さんがそのことを言い出した。まあ、そこに。まあね、行くしかないわな。うん。そうですよね。近くに屋根があるところってあそこぐらいですもんね。うん。私はすぐに承知した。そうね。うん、そうだわよね。うん。石段を駆け上がり、お堂に入る。そこには矢崎さんの死体が転がっていた。ああ。あ、ごめん。気持ち悪いね。和弘さんが死体を外に出そうとする。え、これは、止めようか。止めようか。待ってください。いいんです、このままで。自然に涙が出る。君は優しいね。ロッピーちゃんって言ったっけ？はい。あんまり会ったことはなかったよね。まあ、俺は君のことも知ってたけど。What?本家に近い子のことくらいわかるさ。和弘さん、私の頭を撫でた。急に気が緩む。いやだ、今頃涙が出ちゃう。だって女の子だもん。矢沢駅さん、やるお、やる子おばさん、お前に行く前は元気にしていたのに。やる子おばさん、やるお、なんかマジックでいたずらまでして、私の右手と左手を真っ黒にした。いや、だから抵抗しろっつうの。矢沢駅さんだってさっきまで一緒に話していたのに。うつむいていると床に落ちた懐中電灯が目に入った。それを開い、スイッチオン。音の中が照らされ、たくさんのお札が浮かび上がった。お札を見ようか。お札を見よう。あそこにあるのは赤い靴の子が書いた札だわ。何気なしに近寄ってみる。赤い靴の子は生きていたのよね。でもこんな騒動を巻き起こしたんじゃ。あれ、この札裏に変な模様がある。模様？私は懐中電灯をよく照らしてみた。模様じゃない。これは名前？そこには女の子の名前が書いてあった。うん。そうか。この札は裏に名前を書くようになっていたんだわ。なるほどね。花。この名前だったんだ。私はおばあちゃんの名前が書いてある札を探すことにした。夜は長いもの。うん。一つ一つ懐中電灯を照らしていく。おばあちゃんの名前が書いてある札はなかった。でもその代わりに花と書かれたお札をもう一枚見つけた。もう一枚。ロッピーちゃん何をしているの。和弘さんが近づいてこようとした。何か隠すように右手を背中に回している。お前まさか。まさか。懐中電灯を向けるとそこから光が反射した。銀色のスプーン。いや、ナイフの刃だよ。ナイフの刃。ああ、ごめん、驚いた。このナイフ安田駅の胸に刺さっていたんだよ。これを使った黒いかけとやらの手がかりがないかと思って調べていたんだ。和弘さんがナイフを持った右手を出した。驚かさないでよ。驚かさないで。プンプン。もう犯人はいいんです、プン。犯人はまさみもさんたちだった。明日になったらそれを警察に言わなきゃいけないんだろうか。本当にどうしてこのことになってしまったんだろう。ロッピーちゃん、どうして犯人はいいの。和弘さんが私の目の前まで歩いてきた。え？やっぱ。すいません、話は明日にしてください。明日か。やっぱお前もか。明日なんて。お前もか。四面楚歌や。ないよ。え、和弘さんいきなりナイフを振りかざした。まさみたちをかばっているつもりか。さっきの話は扉の外から聞かせてもらったよ。でもまさみは悪い、甘いよ。あの程度で苦労したなんて言ってちゃうな。共犯ではないのか。和弘さん、一体どうしたの。え、赤い靴の女の子の子供は他にもいたんだよ。それも隠し子かな。ロッピーちゃん、赤い靴の子がどうしてプライム家を死の間際まで恨んでいたかわかるかい。嫁ぎたい一心でプライム家の男との間に子を設けていたんだよ。まさかそれが。でも捨てられてしまったんだ。それで子供の身柄を隠してプライム家の親戚の家に嫁いだのさ。身柄を隠された子供は俺の母親だ。え、なんてことなの。
おばあちゃんが小さい頃に起こした事件がここまで大きくなっていたなんて。本当だよね。母さんは生まれて間もなく実家に預けられた。一度もばあさんと話すことができなかったそうだ。実は俺と一緒にばあさんに会いに行ったこともあったんだがな、他人のふりをされたよ。わかるか？他人のふりだよ。それは嫌だね。他人のふりってどういう意味だかわかる？和弘さんに他人のふりだよ。腕をつかまれる。その反動で懐中電灯を落としてしまった。音の中が見えづらい。よい。俺もね、このプライム家の財産を狙っていたのさ。赤い靴の女の子、ばあさんが果たせなかったことを成し遂げてやる。まさかこんなに早くチャンスが巡ってくるとは思って思わなかったよ。マサミのやつが同じことを企んでいたとはな。俺はマサミたちの犯行を口外しないさ。マサミがプライム家に養女に入ったら金をせびることにするよ。そのためにはわかるだろ、全てを知ってる君がいるとまずいんだよ。だから口封じをさせてもらうよ。ごめんな、ロッピーちゃん悪くないのにな。ん？和弘さんがナイフを振りかざす音がした、ね、まず避けないと。胴体視力で避けろ。とっさに手で避ける。ナイフの刃は私が持っていたお札に刺さった。赤い靴の子が書いたお札に、あ、もう一枚のお札を落としてしまった。今度は本気で刺すよ。いいの？和弘さんお札にナイフを強く押し付けてきた。どうしよう、お札を支える手が痛い。お札を差し出すだね、これは。お札を差し出す。そうだわ、赤い靴の子が書いたお札を使えば時間稼げるかもしれない。和弘さん見てください、あなたのおばあさんが書いたお札です。もう一枚やるって。お母さんを返しただろ。知ってるよ。ちゃいます、お札はもう一枚あったんですよ。嘘をつくな。本当です、花って名前が書いてあったんですよ。なんだって？赤い靴の子のお札2枚あった。そうなんです、2枚あったんです。片方には和弘さんのナイフが刺さっている。もう片方はさっきの乱闘で下に落としてしまった。どうしよう、どっちがもう一枚のお札だかわからない。ナイフが刺さっている方を差し出そうか。でもそれが間違ってたら、もう片方のお札を拾って懐中電灯で見てから渡そうか。でもそんなことをしている間に刺されたらどうしよう。痛く。これはね、落ちたお札を確認しましょうか。そうですね。ちょっと待ってくださいよ。私は下に落ちたお札を拾おうとした。ナイスつもりだ。和弘さんが凄む。お、凄んだ。懐中電灯でお札を確かめようと思ったんです。動くな、俺がやる。和弘さんは懐中電灯とお札を拾った。お札が照らされる。子供が書いたたどたどしい字。もう一枚のお札にはこんなことが書かれていた。私の子供は幸せにしてほしい。これは、そうか、わかったわ。赤い靴の女の子がお母さんを返してと書いたとき、私のおばあちゃんがどうしたか。自分のお札には何も書かなかったんだ、うん、というより赤い靴の女の子にあげたんだわ。その後で書いたお札がきっとこれなのね。ばあさん。和弘さんは床に膝をついた。その方は小刻みに震えている。おばあさんはつくづくダメな女だ。こんなとこまで壁頼みにするなんて。お札を見つめながらぼそりとつぶやく。お前やで。でも本当にこんな風に思ってくれていたのか。和弘さんはしばらく考え込んだ。本当は分かっていたんだ、ばあさんが何でも人のせいにしたり神頼みにしていたこと。それじゃあダメだって分かっていたんだ。でもばあさんがその性格になったのはやっぱり誰かが悪いからだって、まあね、そう考えずにいられなかった。そう思っちゃうよ。俺も弱いんだ。辛くなると不幸を誰かのせいにしていないと気が済まなかったんだ。和弘さんが意を決したように立ち上がった。ごめんロッピーちゃん、俺行くから。え、どこに？休暇に戻るよ。これマサミたちに見せてやらなきゃ。ばあさんってこんなことを面と向かって言うような人じゃなかったから。和弘さん私に背を向けた。ツンデレなばあちゃんだったんだね。そうだね。闇に姿が隠れていく。今何時なんだろう。空はまだ暗い。月こもり。私も心もこんなものかもしれない。心の底でいろんなことを考えていてもそれが全部表面に出るわけじゃない。時には全く相手に伝わらないこともある。
麻酔王さんたちはこれからどうするんだろう。矢崎さん、やるお、和子おばさん、本当に死んでしまったのかしら。とてもじゃないけど現実感が湧かない。さっきまで命を狙われていたのも嘘のよう。明日目覚めたら全てが夢になっていたらいいのに。本当だよね。私は膝を落とし床に手をついた。手が震える。懐中電灯に左手が照らされた、うん、あ、これはヤルオの落書き。真っ黒になってんじゃねえ。真っ黒だな。ヤルオ、この重なり方おかしくね。天津飯みたいになってるけど。本当だよ。撃てないよ。なんで洗っていねえわ。安田教材にばっかりにこいちゃってさ。ヤルオ、ただのいたずらだと思っていたのに。出た。知ってる？お宮参りって元は忌み明けのお参りだったんだって。勝子おばさんの言った言葉が不意に浮かんできた。なんでそのフレーズなんだろう。忌み？簡単に言えば触れてはいけないこと、立ち入ると良くないことが降りかかるって感じかしら。昔はね、出産が忌みとされていたの。どうしてかしらね。おめでたいことじゃない、子供が生まれるのって。うん。私は懐中電灯を持って石段を降りることにした。休暇に戻ろう。きっともう大丈夫。和弘さんがまさみおばさんたちをなだめている頃だわ。石段の下にはお参りの人形が転がっていた。本当に子供ってすぐに大きくなるのよね。不思議な感じよ。自分が産んだ子供なのに自分とは違う心を持って成長していくんだから。石段をゆっくりと後にする。闇の中には私の足音だけが響いていた。お、なるほどね。まあ、2週目終了のしましたよ。まあね、実はこれね、一回撮って、まあね、やったんだよね。撮り直してるというね。うん、ね。この1時間ぐらいこれかかったのをね、もう一回撮るという。素晴らしいね。ロッピーさんには本当頑張っていただきました。はい。おめでとう。ありがとうございます。安明さん、吉田博彦。ヒロヒコ、矢崎を演じました吉田博彦です。ああ、そして私が和子を演じました飯島貞子です。生まれるにひーピカーこの笑顔初めて見たの。ピカー、笑わないからな。私が鉄を演じました森優斗です。優斗さん、うわあ。今どうなってんだろうね、この人たちね。この2012年気になるね。私がゆかりを演じた山口夏江です。猪木の顔で笑顔じゃねえんだ。笑顔じゃないんだ、照れてた。なんだこの野郎。なんだこの野郎。私がまさみを演じていた榎本美由紀です。怖えピカー、怖えあ、出た。これが今気になるんだよね、この人。俺が吉尾演じた八田砂鉄です。わあ砂鉄今一瞬変な顔してたな。お、なんでさ、おお、エンジング。スタッフロールだね。遅いスタッフロールだけど。本当だね。ちゃんと。なんかそのドットドットドットで動いてる。やってんな。女の人は赤、男の人は青で。ああ、でもこれ、まあこれが本当のエンディング、うん、一番いいエンディングなのかな。まあでも月こもりって言ってたしね。ああ、そうだ、うん。これが一番、でも人死んでるけどね、3人。まあね。まあでも、実際だって何週分あるんだ、人数分終わりがあるわけだから、うん、え、そうだ、これやっと2週目終わったけど、うん、実際だって鉄尾、義雄、あと安明、和子、ゆかり、まさみのそれぞれ終わりがある。で今ゆかりと和子が終わったんだよね、多分ね。ああ、だからあと義雄、安明、鉄尾、まさみの7話目がある。マジで。でしてやる気なくなってんね。マジで。7×6 の42話と、違う、7×根本一郎さん。7×6。
7×3.14。 7×。 あ、でもあれだよ、1人それぞれの話プラスエンディングがあるから実際49。あれあれよく分かんなくなっちゃった。とりあえず、まあ、あと隠しも何個かあるみたいだから全部で50何話ぐらいまでね。マジか。だからね、この週1ペースで開けていくとね、えらいことなんで、何年ぐらいかかるんだろうね。もう50年がかかるんじゃない。1年週1だから普通に考えたら1年で48話。おお、1年ぐらいかけてこれゆっくりゆっくりゆっくりやっていくと。桃太郎が2日に1回とかね、他のフリーゲームも別赤でやったりしてるけど。まあそうだね。お、特別出演風間。風間ね。お、越谷。越谷勝春。あ、庄司かもしれないな。勝春、勝字かもしれないし、庄司かな。あ、ここでね、プライムドロッピーから皆様にお知らせがあります。何でしょうか。以前からね、うん、実はあの僕らコミュニティを作ってまして、はい、あの今のところ生放送はしてないんですけども、はいはいはい、ただあの投稿、あのプレミアム会員で投稿要領っていうのが決まってて、うんね、でその中でやるとねちょっとねすぐいっぱいになっちゃいそうなんで、はいはいはい、ちょっと一般アカをいくつか作ってそれで投稿も今ねフリーゲームとかいろいろしてる状態なんですよ、うんうんうん、あ、そうだったんだ。そう、それで今のところ生放送はしてないけど、はいはいはい、そういうその一般アカの投稿動画とね、うんうん、はい、あとこっちのプレミアム会員の投稿動画両方とも見れるのがそのコミュニティになるんで、はい、なのでできればねコミュニティ入ってほしいと思います。コンビニなんて作ってたの。いや、お前入ってるだろだって、ね、入ってたの、作ったのじゃない。はいはい、そうだからね、あのウォッチリストもねすごい嬉しいんですけど、ウォッチリストだとそのプレイアカだったらプレイアカの方だけとかしか見れなくなっちゃうから、コミュニティ入ってくれればねもう全部他の一般赤も2ギガで終わりだから、どんどん別赤って作っていくから、それも全部一気に見れるのがコミュニティになるからね、ぜひ入っていただければと思います。わあ、お得。お得なんです。そうなんです、お得なんです。さあ、そこにこの高枝切りバサミを12本セットでお値段19万8000円。安い。安くないだろ。金利、手数料はすべて、おのおので負担してください。全然お得じゃねえ。おのおので負担してください。何回言うんだよ。全然お得じゃねえ。それでは、この、ここの、大小、あ、なんでもない。何？この下の宛先までご連絡待ってるよ。待ってるよ。送ってね。送ってね。ローラだよ。送ってね、ローラだよ。みたいなね。みたいなね。うん、あ、なかなか、長いエンディングだからね、うん、まあ、じゃあ俺らの生い立ちから話そうか。生い立ち、生い立ち、多分すごい長いよ多分この生い立ち、生い立ちから話そうか。そうだね、生い立そうか。俺らね、うん、あの俺らに生まれて、うん、あの俺ら小学校っていうね、うん、そこであのロッピーはね、うん、小学校ってとこから小学校にあの転校してきてね、うん、でそこで、まあ、知り合ってね、うん、まあ、なんていうか、その後、ね、なんやかんやあってね、うん、なんだっけ、あん中学校にね、2人入ってね、うんうん、高校はね、俺があん中学校と、プライ、あ、ロッピーがあん中学校、あ、中学校、なんだ、高校に入って、うんうん、バラバラの道に行って、大学もね、俺が大学と、うん、あと、ロッピーが大学入ってね、うんうん、まあ、バラバラの道を行き、まあ、その後ね、うんうん、とロッピーはあんがうーに就職をして、うん、で俺はうーんに、まあ、就職をしてね、うん、って感じで、よく分かったと思う。よく分かったよね。ある程度話したよね。もうね、もうね、その今の生い立ちのね6割がルルルルルルだったわ。え、学園ハンサムか。学園ハンサムか。おはよう。あれ斬新だよな、あれ。あれね、あれ面白いよね。あれが面白いと思う。学園ハンサムもそう、機会があったらやってみたいかもね。やりたいけどね、みんなやってるよね、あれね。そう、みんなやってる中でね、どう差別化をするか、何かね、案があったらね、別に知らせなくてもいい。君たちやってください。そう、知らせなくてもいいです、うん。君たちやってください。こういうのはね、自分たちで試行錯誤しながらやるもんです。そうだよ、みんなね、ゲームね、一人やるのも楽しいけど、やっぱ、ちょっといろんな人と共有してやっていこうがね。みんなでやるのが楽しいんだよ、ゲームっていうのは。そういうもんだよ。そういうもんだね。
なんだよ。あ、もう終わったかな、これ。終わったね。お。じゃあね、はい、次も3週目でまたお会いしましょう。このパー、最後はね、多分長いからパート3つぐらいに分かれて。そうだね。やるけど、また今後もよろしくお願いします。お願いします。というわけでね、ドライムが喋ってました。ロッピーが、操作してました。また3週目、1話目からお願いします。さよなら。また、月込みの夜に会いましょう。バイチャバイチャ。